一人きりではダンスはうまく踊れない。最近緊張感のある動画が多かったんで、今日はゆるっと雑談でもしていこうかなと思います。やっぱりほらダンスもさ、緩急が大事だし、お笑いも緊張と緩和が大事ってお笑い界の神が言ってたので、まあ YouTube も緩急、緊張と緩和でいこうかなと思います。最近思うんだけど、健次郎さんの笑いに拍車がかかってないっていう。最近なんか面白すぎだよ、あの人。マジおもろすぎてファンになりそう。なんかまた直人さんとは違う笑いの取り方なのかなって思って、もう笑いを取ってるっていうつもりもないんだろうけど、例えるなら直人さんは M1 系の笑い、その M1 の中でも霜降り明星みたいな、こう身振り手振りつけての漫才タイプじゃなくて、お前のこと誰が好きなん、ミルクボーイみたいな王道漫才で、の口一本で笑いを取る。健次郎さんはキングオブコント系っていうか、この動画上げる日、健次郎さんの誕生日かも。おめでとうございます。何歳になったんだっけ。直人さんが今年40だから、それの直樹さん、健次郎で2個下だっけ、だから 38ですね。健次郎さんを一押ししてる人ってなんかすごいなと思った。っていうのも、供給少なめじゃん。怒られる、大丈夫かな。ZIP とかさ、まあテレビにはちょくちょく出てたり、ラジオとかもやってるし、そういうのはあると思うんだけど、やっぱ私はキャス配信をやってくれるっていうのが結構ポイント高くて、うちのキャス配信を見る時間は結構至福の時間なんですけど、何にもない時って多分全然やってないと思うんだよ。自分のプロデュース商品とか何かをこう宣伝するときにはたまーにね、配信してるときあるけど、配信してる様子も、ライブの MC 中に爆笑かっさらってたあの方と同一人物ですかぐらいのさ、テンションじゃん。だから山下健二郎一押しのファンの人すごいなって思ったけど、今思ったけど、あれがあったわ、オンラインサロンみたいなのやってるもんね。だからちょっと何とも言えない今の話だし、まあでもやっぱり供給多めだと押しやすいよね。やっぱ私一応その一押し直人さん、二押しおみさん、ちょっと一押し二押しって使い方合ってるっていうか、こういう言葉ある、大丈夫だよね。一押し直人さん、二押しおみさんみたいな感じなんですけど、おみさんも本当最初はなんか別にそんな、そこまでなんつうの、好きじゃなかったって言ったら変だけど、今ほどそんな興味はあれだったんだけど、時たまねやってくれる配信とかを見てグググって上がったっていうか。だからな、健次郎さんもな、宣伝とか抜きでちょっと機嫌のいい時にでもファンと交流してくれたら押しちゃうな、ハイファイブ買っちゃうな。正直ね、 ZIP 今ミトちゃんやってると思うんだけど、前メインパーソナリティマスさんだったじゃないですか。でさ、健次郎さんが出てる週だから火曜日、毎週火曜日に番組の本当に終わりの方で、なんだっけな、ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、健次郎さんがマスさんと、あともう一人なんだっけ、あのアナウンサーさんの名前、うわ忘れたわ、あの女の人、ダンスを教えるみたいなコーナーあったじゃないですか。もうあれめっちゃおもろくて、いやあれ面白かったよね。3代目のダンスとかもあったし、あとなんかダンスの基礎を教えるみたいなのもあったと思うし、で何がおもろいかって、いやもう本当に申し訳ないんだけど、あのマスさんの独特すぎるあのダンスが、もう本当に朝からもう本当に爆笑で、あれが面白くて ZIP 見てたんだよね。8時寸前になったらちょっとつけるみたいな、7時50分くらいだったらちょっと ZIP つけて、そのダンスコーナーだけ見る、なんならもうそれ見たいがために録画するみたいな、それで ZIP 見てたんだけど、ミトちゃんになったからっていうよりは、あのダンスコーナーがなくなっちゃって、いなくなったっていうのが大きいですね。マスタイチのダンス上達日記とか言って、 TikTok のアカウント開設したらめちゃくちゃバズりそうだけどね。ララ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 ラ、はい、でこっからが
実は本題なんですけど、3代目だけのファンクラブ入ってる人にちょっと聞きたいんだけど、あのさ、入会特典みたいなの実はもらえるの皆さん覚えてます？3月頃に順次発送しますみたいな書いてあったのよ。で、今あの5月なんですけれども、私の手元には届いておりませんと。前田さ、 TikTok 見てたら私と同じことを思ってる人がいたみたいで、この特典届いた人いますかみたいな、このコメント欄見たらみんな届いてないです、届いてないです、私も届いてないです、運営に問い合わせました、届いてないです、私もです、コメント欄だったから一人も届いてない、多分ね多分 EXILE とか j e とか他のファンクラブもそうなんじゃないかな。こんなに数ヶ月待たせておいて、またあのなんかペラペラのカバンじゃないだろうねっていう、タオル以外のもの入れれませんよみたいな、ノートとかちょっと角のあるもの入れたら今にもそこから落ちてきそうですよみたいな、ペラペラバッグじゃなくてちゃんとしたものをお願いしますっていう。この画像がさ、またカバンっぽいんだよね。ファンクラブごとに絵柄が異なりますって書いてあるから、多分 EXILE でも3代目でも j e でもバリでも全員このカバンなんだろうね。うまく踊れない。てかこの間スターズの玉割公園行ったんですけど、みんなさ、双眼鏡の使い方どうしてる？私は基本アリーナとか近い席だったら、まあ、あんまり使わないんだけど、2階席より上だったら双眼鏡持ってって結構見る派なんですよ。で、今回2階席だったから、まあ、結構双眼鏡を使って見てたわけ。アリーナでアーティストから明らか目が入るだろうっていう位置でさ、双眼鏡を使ってたらアーティストもなんかあんまりテンション上がらんだろうしさ、だったらね、一緒に盛り上がってくれてた方がいいだろうし、こっちもそもそも近いからそんな毛穴一個一個じっくり見たいわけじゃないからさ、使う必要がないんだけど、2階席以降だとやっぱさ、ある程度距離があるから、野鳥研究部の一員ですかみたいな感じで結構あの観察してるんですね。はい、私のさ、隣の人がさ、観察タイプの私とは真逆の人だったわけよね。遠くからでも盛り上がりますみたいな感じで、もうタオルとかね、ブン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 振り回しておられてて、ライブの見方が真逆だったわけよね。さ、なんかこんな風に思われてるんじゃねえかなと思って。今日の席のさ、私の隣の人全然盛り上がんないんだよな。ずっと双眼鏡で観察してて、ちゃんとペンライトフレッチーなみたいな。まあいいんだけど、隣の人がああいう感じだとテンション下げるよね。え、わかる、これに来てんだから盛り上がればいいのにな。細かいところはさ、 DVD でチェックすればよくない？という風に思われてるんじゃないかと心配になりました。だから後半のラタタシアザラブ、オリオンとスカーレット、あのあたりは踊ったよ一緒に。だけど正直もう前半の方は結構観察してました。ナオトとケンジはマイク入らないところであの二人何こそこそ喋ってんのみたいなね、っていうのも見つけちゃいましたし、っていう感じで観察しておりました。すいません。ララ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 ラ